デニエル・エリヒオ・ピント・ガルシアは、ベネズエラ・ミランダ州、ペドログ・グアルシ出身のプロ野球選手。1999年、アマチュア・フリーエージェントで、シカゴ・カブスと契約。2006年、フロリダ・マーリンズに移籍。5月18日の対アトランタ・ブレーブス戦で、メジャーデビューを果たす。2010年6月23日に解雇され、セントルイス・カージナルスとマイナー契約を結ぶが、 8月21日に解雇される。2011年は所属球団はなかったが、個人トレーナーの指導で肉体改造し、コントロール重視の投球スタイルへと変更。オフに参加したベネズエラのウィンターリーグでは13試合の先発で6勝1敗、防御率2.55、ホイップ1.12、予視球率3.71の成績を残した。 2012年1月11日、福岡ソフトバンクホークスが獲得を表明した。先発6番手として4月5日の楽天戦に来日初先発し、5回1 1球4被安打5、四死球と乱調だったものの2失点にまとめ、味方打線の援護とリリーフ陣の助けもあり、2009年のジャスティン・ジャマーの以来となる来日初登板初、先発初勝利を飾った。 しかし4月11日に先発した日本ハム戦では2回1、3点を悲安打3四球6失点で敗戦投手となり、翌12日に登録抹消された。その後は一軍登板はなく、シーズン終了後の10月25日に対談が発表され、11月1日付で自由契約となった。2013年は所属球団がなかったが、2014年の4月19日に、 メキシカンリーグのメキシコシキレットレビルズに入団も3試合の当番に終わり、5月6日に放出された。平均球速90マイルパワー、最速95マイルパワーの速球とチェンジアップ、スライダーを投げ分ける。メジャー通算の予視球率5.92と荒れまで冒頭が多い。マウンド度胸が良く、右打者の胸元を速球で攻めて、チェンジアップで仕留めるスタイルと、 粘り強さを持ち味とする。一塁寄りに大きく踏み出すようにして投げるため速球やチェンジアップはシュートする軌道を描き、メジャー通算の対右左図。200ごと左投手ながら右打者に強い。ありがとうございます。